さあ今トヨタ自動車東日本ボールでスローオフが始まりました。手を叩かれたということなんですよね。そうですね。さあ1点目取りました。さあ切り込んでいってキーパーの右横を抜けたシュート。さあこれもあっと、これは攻守が入れ替わりまして、そのままあっとキーパー、あっとこれはナイスパス、ゴール、ゴールを割ることはありませんでした。奮闘に応えたいところだが、またターンオーバーになってしまった。これは速攻か。ここは14番の佐藤選手が、おお頭の上のシュートでしたが、これもまた稲本選手よく止めました。やっぱちょっと存在感というかありますね。あまあ、いいですね。さあこれはしょうがないですね。一人少ないということで、綺麗に、そうですね。おっとこれはすごいシュートですね。さあパスの力が入る。おーナイスシュート。これもステップシュートですね。あ、今のは早かった。17番の中川選手でしょうか。さあゴールデンウルブスのボールから始まります。さあこれはナイスパスですね。はい、これは落ち着いて決めました。15番の藤川選手、取りたい。ゴールデンウルブス取った。逆の速攻になる。逆ですね。アイスオフティ。さあ真ん中に入ってくるとこは抑えるが、あ締めてやってもらいたいですね。そうですね。 おっとこれが、おっと稲本選手よく止めた。はい、あ早い。もう一人は戻ってきます。これは止められた。さあ川島選手吠えましたね。いけないですね。うまい。おお今のはうまかったですね。おピボットへのパスが通らず、さあここは一人はかわして15番藤川翔太選手が、さあ試合は再開します。さあ24番、これは決めた。6番川端選手ですね。ボールを取り返した。さあまた帰った。うまい。一人で肩のフェイントで切り込んでいきました。28番の体勢ですね。これはもう最後は捕まりにいった感じですね。そうですね。はい。いや、まあ落ち着いてますね。落ち着いてました。はい。26対28。トヨタ自動車東日本レガロッソが2点差を守り切って勝ちました。